ジェノバ砲撃戦は、再東合戦争中の1684年5月18日から5月28日にかけて行われた、フランス王国によるジェノバへの砲撃。スペイン領ミラノ公国が内陸国であったため、ジェノバ共和国は、スペイン帝国にとって、戦略的に重要な同盟国であった。スペインとミラノの間のすべての交通という層は、ジェノバ港を通じて行われた。 さらに、1557年に、スペインをフェリペ2世が破産を宣告した以降、ドイツのフックアーケが、スペインの銀行家の座から転げ落ち、代わりに、ジェノバの銀行家が、スペイン王家に融資をしていたため、両国は、自然と同盟国になった。ネーデルラント継承戦争と、フツラン戦争を経て、フランスがスペインに代わって、ヨーロッパ最強国になったことは明らかになった。 1683年10月、フランスは、スペイン領ネーデルラントの領土をいくらか併合、再統合戦争を開始した。そして、スペインがジェノバ港を経由して、援軍を派遣すると、フランスは、ジェノバに罰を与えることを決定した。再統合戦争の開戦直前である1682年、フランスはピド・ド・サントロンはフランスが初めて、 ジェノバ共和国に派遣する上中大使に就任したが、彼は砲撃戦において重要な役割を演じた。彼は実質的にはスパイであり、ジェノバの守備、大砲の位置など貴重な情報をフランスに提供した。正式な戦線布告がないまま、アブラハム・デュケーヌ率いるフランス艦隊は1684年5月18日から28日にかけてジェノバを砲撃した。 5月21日から22日の間に砲撃が止まったが、この10日間で合計1万3000枚の砲弾がジェノバに向けて発射された。砲撃はジェノバにとって災難だった。フランス軍は陽動としてアルバーロに軍を上陸させ、本当の攻撃としてサンピエル・ダレーナに軍を上陸させたが、いずれもバル・ポルチェベラから駆けつけてきたジェノバ軍と士官兵に撃退された。 ジェノバのドージェナ・フランチェスコ・マリア・レルチャリー・インペリアーレによるルイ14世への保障1685年5月15日、クロード・ギー・アレ作1715年。ジェノバ共和国はその後の1世紀もの間フランスの影響下に置かれたが独立を維持し中立に転じた。ジェノバの銀行家と商人はフランスとの新しい銀行業と商業関係を樹立した。 ありがとうございます。